皆さんこんにちは、ウォーキング野郎です。石川さん、その後元気にされてますか？最近なかなか会わなくなりましたけど、相変わらずパンもラーメン並みに大好きなんですよ。ということで、自分の好きなパン屋さん巡りやってきました。まずはふくらむふくらむさん、こちらも美味しいクリームパンが有名なんですけど、それ以外にもたくさん。まずはお店に入ってみましょう。人気のクリームパンは絶えず焼かれてはいるんですけど、売り切れてる場合も多いんですよね。こんな感じ。近藤さん、今回の食べ歩きはパンなんですよ。パンもちょっと見てやってください。よろしくお願いします。ウォーキング野郎を宣伝してくれてありがとうございます。ハード系のパンからピザパンが結構本格的で美味しいんです。ボイスラブの宮武翔吾さん来てました。ピザパンにアンバターフランス、ハンバーグコッペ、アンパン、そしてこのハード系の調理パン、美味しかった。続いてパンサイドさん、こちらもウォーキングの途中帰りによく寄ります。残念ながら休みの日に来た。結構休み当たっちゃうんですよね。春なんでさっぱりしてみたっていうか、短く来てねって言ったら両津です。両津になっちゃいました。帽子がスカスカになってしまった。店主さんもファジアのサポーターなんで、川野良介に会えたの自慢しようと思い、ファジアのゲーム後にもう一度パンサイドさん寄ってみました。のれん出てるから開いてるかな。パンサイドさんは自分が大好きなのはホットドッグとカレーチーズピザ。今日はカレーチーズピザはなかったんですけど、ホットドッグについて聞いてみた。大好物アンバターフランス、ホットドッグ、ウインナーロール、サービスのパン、そしてクロワッサンにカレーパンを買ってきました。全部大好物。ちょっとずつ食べるのである。好きなパン屋さん紹介します。店内には入ってないんですけど、まずは東岡山ラーメンストリート、ここを走っていくとラーメン豚亭さんがある。その並びに
焼きたてパン工房シュガシュガ、以前にも言いましたけどすごい美味しいです。ここもがいいので、国富のこちらのお店まで。国富といえばっていう方はパン好きです。そうです、岡山工房国富店さん、こちらもカレーパンで有名ですね。ラストはこちらのコロンバージュさん。コロンバージュ建築のこの建物から来てるパン屋さんですね。こちらも美味しいんですけど、この日はお休みでした。ちなみにパンを食べるときにはコロンバージュさん、そして右手には長崎ちゃん麺があります。ひとまずオープンまで待ってますって言いたいけど、こんな感じ。以上です。オープン2日目12時半ごろ、一番メインかなという時間に食べに来てみました。満車です。さすがに外まで行列出てました。ということで尾道ラーメン屋解散はまた後日ゆっくり行ってみようと思います。結局後日なんかいって言わんでください。最後までご視聴ありがとうございました。パンが大好きな方もよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。たまにはパン巡りやりますよ。それではまた。